最終日ですね。最終日になりました。どこですかここ。ここは六甲山アスレチックパーク。ああ、いろんなアスレチックがあるのね。はい、ただね、悪天候。ちょっと寒い。こんなです天気。わかるかな。霧。霧マンジャロ。霧マンジャロ。霧神の。調子悪いです。もう風邪ひかないようにしてた。水上のアスレチックだったりとかして。ただもうね、風邪ひいちゃいかんから。そうですね、もし行ってみて違うなってなったら、うん、ちょっとせっかくしたりする可能性。そこは帰らない。他の陸上のアスレチックで格好ももう濡れてもいいよ、そういう格好してるんですよね。とりあえずこのエントランスの方に行ってみたいと思いますので、じゃあまた後で。到着しましたよ。水上アスレチックだから落ちたら濡れるよ。はい、今のところはまだこの雨でのちょっとの濡れぐらいですね。帰ろう。帰りません。頑張っていきたいと思います。行きましょう。はい。はい、お願いします。はい。滑るなこれ。僕行きます。行ってきますね。頑張ってください。余裕ですこんなの。頑張っていきます。もう動けないですよ。もう無理すんだったらもういいよ。つれつれ。いや、もうやめとけよ。あれ、簡単コース選んできたね。さて次行きましょう。これは大丈夫だよ。これはいけるよ。歩数を減らす作戦で。どうですか？どうですか？はい？めっちゃきつい。何ですか？もうダメだ。諦めた。半分はいけないもう。じゃあ僕行きますか。子供の頃思い出したら余裕ですよ。思い出したんだけど、1個目でくじけた。あとマスクマスクがシュッだけ息できなくなっちゃった。寒い。いやめっちゃきつくない？きついっていうか滑りましたね単純に。え、どうすればいいんだろうこれ。わっ、おーどうした。いや、なんでもないです。どうした、震えてんぞ。怖いっすよ。怖いでしょ。あ、全然余裕じゃん。こっちは大丈夫だよ。余裕そうですね。あれ、俺これ以上いかない。あれ、よし、よかったよかった。これ余裕だね。オッケーです。よし、はい、頑張ってください。早いね。あ、早い。絶対狙ってたでしょ今。いやそんなこと言わないでください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえやな、こういうの。ちっちゃい頃すげえ行ってきたのにな。タラーン。あ、これもちょっときついですけど、もう行けなくないかも。あ、行けなくない。いや、いいんだよ、そういうの。そういうのいらねえから。落とすよ。落とさないでください。うわ、危なかった。
おじいちゃんみたいになってますよ。うわいや、それそんなやる必要あるんですか、それ。うわ怖い怖い。これね、はい、滑るんだよ。ああ、なるほど。わあ、いけましたね。え？全然聞こえねえよ。さあ、画面右端に注目してください。これから藤本さんが滑ってくるようです。安全に気を配って、店さんの上がった皆さんでございます。帰ってきて何を言うのか。いや、もうやめようよ。やっぱりテンションは低かったようですね。もうやめよう。もうちょっと続きたいと思います。しっかり引き寄せれば落ちないです。こうやって引き寄せて、それだけ。それをただ繰り返すだけです。どうぞ。そんな簡単にいっちゃう。余裕でした。ちなみに前の人は落ちそうになってましたけど、僕は全然落ちませんでしたよ。その前の人も落ちそうになってましたけど、僕も落ちませんでした。だからこれ、さっき言ったように、あの、引き寄せてからやれば全然大丈夫なんで。どこ落としてんだこれ。マイクだな。さては、あ、落ちました。結構高いっすね。高い。これは高さとの戦いだね。ああ、でも高いとこあんま好きじゃないんじゃないですか。嫌いだよ。だってほらほら、こんなになってる。足がすげえ揺れてる。いや、飛んで着地だよ。これそうだね。そう、ああ、そうそう、上手だね、やっぱり。うまい。怪我したの。ああ、怖いね。はい。おー、すげえ。よく行くやん。おー、早い。ちょっと待って、ちょっと待って、いや、いい、大丈夫よ。回ったか。いや、戻った。どうする。戻れ。うわっ。あー、すごいすごい。あー、すごいね。マジで危なかった。さあ、はい、帰らね。途中で言わないでください。遊具の遊具の途中で言わないでください。お金払ってさ、はい、なんで疲れないけど。いや、すげえ愚痴言うじゃないですか。あ、いいですね、いいですね。あ、抜けちゃった。見てください、この顔。いや、それだ。あ、つけた。行きますよ。お願いします。こんななってますね、足元は。あ、これも揺れるんじゃないですか。揺れるよ。揺れるよ、やっぱり。もう全部口調が愚痴。こんなところで動かないでしょ。だから、それを楽しむ施設なんですよ。これふざけてやったらまた開いちゃうよ、これ。また開かないでください。あー、嫌だ。もう嫌だって言っちゃってるじゃないですか。もう嫌だ。楽しんでください、非日常。帰りたい。帰りたがってる。現実に戻りたがってる。ゴールです。お疲れ様でした。もういいかな俺。いや、もうまだまだありますよ。3分の1ぐらい、あと。ちょっと背が足りねえみてえだな。ちょっと今コメントしてるけど、これ足取れたら終わりですね。あ、いける、いける、これだ。素晴らしい。ずいぶん短い尺ですね。帰ろう。
かで見たぞ。さっきのわざとかな。これ。いやいやそんなこと言わないでください。ありがとうございます。お今度はアスレチックに夢中になって愚痴は出てないですね。こんなある？ああまた愚痴出てきちゃった。こんなんだってさ。あ身長の高さがこれマイナスに出てますね。あすごい顔。わかった。はい。あ、そうだよ。ああ、後ろの人にヒント出しちゃったな、これ。さあ、帰る。いやいや、途中で言わないでください、それ。もう一個ですから。早いな。大人ですかね。ああ。行けた。すげえ。行けって大事ですね。お疲れ様でした。ありがとうございます。感想をじゃあ一言で。はい。やっと終わりました。寒いです。でもやれてたねやっぱ。なんかなんとなくできてました。ああできた。やるね何も。もうやんないですね。楽しかったけど。楽しかったね。楽しかったけど。でも見てるのも面白いです、ね。そうですね。いろんな人が。ぜひ近くに来たら立ち寄ってください。はい。ありがとうございます。テンションが低いな。早く終えたいから。ありがとうございました。暖かいとこ行きましょう。はい。はい。もうあともうちょいでこの旅が終わるので。エンディングですね。エンディングだね。この動画の初の藤岡散歩淡路島編。いかがでしたでしょうか。あでも面白く見てもらえたらいいんじゃない。そうですね。普段と違う感じで、我々にとっても新しい試みなので、何もできないんじゃなくて何かをやってみると。そうですね、もうチャレンジすることですよね。そうね。シアンドキャの2人から力をいただいて、我々もできることやんなきゃな。そうね。前回ではできないけど。そうですね。やれること。やれる限りで。やれる限りで。我々のステージで。輝く。言ってるだけ同じこと。言ってるだけ同じこと。そこでも繰り返し。疲れてるからね。そうですね。疲れてるから。ずっと運転していただいて、ありがとうございます。まあでも、楽しかったね。はい。でもさ、基本的にマスクで動画を撮らないじゃん。そうですね。で、この目のさ、表情だけでさ、相手に何かを伝えるってさ、すごい難しい。難しい。やっぱ顔が全部あって、そうですね。わかるじゃん。そんな顔してたの？そうですね、実は。もう一回。スンってならないでくださいって横で。早くこのマスクが取れるね、日々が戻ってくるといいね。はい。うん。そんな日々を願って。願って楽しいことを続けていきましょう。はい。ね。締めてください。それでは、最後は旅のハイライトみたいなのを流しますか。じゃあよかったらまたお楽しみください。ね。いろんな動画をお楽しみに。はい、次の動画でお会いしましょう。はい。